はい、こんにちは、パパシューです。今日はですね、POV 撮影っていうのをちょっと、やってみたいなと思いまして、POV っていうのは、ポイントオブビューの略で、一人称撮り、車載動画で言ったら、ドライバー目線の動画ですね。見ている方が自分が運転しているような感じになれる、没入感のある動画の撮り方のことを言うということなんですね。で、GoPro ですね。このアクションカメラって今、車載撮るんだったら、GoPro か、ソニーかっていう感じだと思うんですけど、ソニーだと、平べったい形してるんで、取り付け位置がですね、ここがベストかなと。で、GoPro だったら、形的に、ここか、ここになるのかなと思うんですね。で、ここはですね、よくバイクで、モトブログって言って、ヘルメットのここにカメラつけてね、走ってるところを撮ってる方たくさんいらっしゃるんですけど、車だと、ちょっとここだと低すぎちゃうかなと思いまして、やっぱここが一番いいのかなということで、これですね。この、ヘアバンドというか、これに、カメラを取り付けて、こんな感じですかね、になると。そうすると、どうですかね。かなり、本人目線に近いところに、カメラが来ますよね。で、しかもセンターなんで、かなりリアルな映像が撮れるんじゃないかなと。で、ここの距離は、多少前に出るけど、ここのクリアランスを考えると、ギリギリ、これが一番短いステイなのかなというふうに思います。ただ、これね、ちょっと、絵的にですね、ちょっとさすがに、これまずいだろうと、ふうに思いまして、これだけじゃちょっとね、車の外に恥ずかしくて出れないっていうことになりますんで、ちょっと帽子をかぶろうかなと。で、帽子かぶるとこんな感じになって、ちょっと目立たなくはなるんですけど、これやっぱツバがね、当たっちゃうんですよね。で、これを今度、後ろ向きに、こうかぶるっていう手も、あると思うんですが、そうすると、ここは当たんないんですけど、後ろがですね、やっぱツバがバケットに当たっちゃうわけなんですよね。なんでこれはちょっとやっぱうまくないなと。で、一応ネットでいろいろ探したところ、こんなの売ってまして、フィッシャーマンズキャット、ああ、キャットじゃねえよ、猫じゃねえか。フィッシャーマンズ、ハット。フィッシャーマンズキャップ。それが2つ合体しちゃったんですかね。っていうような名称で売ってましたけれども、ちょっとイスラム帽みたいな。これを、何を言ってるんだって感じですけど、これを被ると、こんな感じ。ないよりは、だいぶいいかなというふうに思いますんで、とりあえずこれで、ちょっとエリーゼで、ドライビング動画を撮ってみたいなと思います。なんかメールが入ってますね。で、本当は、ヘルメットに、もうこの辺にね、カメラをつけて、で、サーキット走りたかったんですよね。ドライバー視点でサーキット走行動画っていうのを撮りたかったんですけど、ただこれ残念ながら、富士スピードウェイとか、ツインリンクモテギのレギュレーションを確認したところ、ヘルメットへのウェアラブルカメラの取り付けは禁止ということになってまして、残念ながらそれはちょっとできないということになりますので、ちなみになんですけど、このヘルメット、これまた改めて紹介したいと思いますけど、これもエアブラシでペインティングしてもらってですね、一応パパシューのロゴ入りっていう形になります。はい。で、とりあえず、サーキットを諦めて、一般道でですね、POV 動画、ちょっと挑戦してみたいと思います。緑が気持ちいいですね。ここはですね、八ヶ岳高原ラインだったかな、を走っております。今日はね、日曜日ですけれども、車は少ないですね。頭につけているのは、GoPro の Hero 8ですね。新しく投入した Hero 8の、ハイパーブーストでしたっけね。っていう、強力な手ブレ補正をかけて撮ってます。
ただハイパーブーストをオンにするとちょっと画角がこれ以上広角にできないっていうのが、ちょっと残念なんですけれども、気候はなんか気持ちいいですね。暑くもなく寒くもなく、まあ、ちょっと涼しい感じで、高原のすがすがしい、空気ですね。外の森では鳥がさえずっております。ちょっとエリゼの音で聞こえないかもしれないけど、まあ、この辺はもうゆっくり走ります。今日5月31日で明日から6月、いよいよ、非常事態宣言も解除されて、月内は5月中は県をまたぐ移動は自粛してくれっていうふうな、政府の要望でしたので、それに従って、県外に遊びに行ってないんですけれども、明日月が変わって6月になったらですね、まあ、いよいよ私も、自粛を徐々に解除してサーキット走行を、復活させたいと思います。まずはリハビリ走行、今年2月にスキーで骨折して以来なので、最後に走ったのは1月ですね。1月にフジワングランプリっていう耐久レースに出たのが最後のサーキットなので、2、3、4、5、6を5ヶ月ぶりのサーキットということになりますので、ちょっと無理せずリハビリ的にね、始めてみたいと思います。今牛がいたよね。本当に気持ちのいいところですね。もう晴れてると富士山見えるんだけど、今日はちょっと見えないですね。おお、三五時ってある、あんま見ないよね。なんか三五時ってあるとか、普段サーキットで、よく会う車にこう一般道で会うと、なんか仲間に会えたっていうような、非常に親近感があります。牧場公園ですね、このビーフシチューが美味しいということになります。おすすめです。ちなみにあの牧場公園で、もう15年20年ぐらい前ですけど、ちょっと一瞬、バイトしたことあります、私カメラはどうですかね。手ブレ補正は効いてると思うんだけど、映り方、ブレ具合どうでしょう。
の U ターンポイントですね。よいしょ。はい、今度スーパービューにしてみました。スーパービューだっけ、一番広角のモードですね。で、手ブレ補正が、オンっていう状態になるんですよね。ブーストが効かないので、だから画角は広いけどちょっと手ブレが出ちゃうかなっていうところで、どのぐらいの手ブレになるのかのテストです。広い画角どうですかね。逆にちょっと不自然な感じになっちゃうのかな。手元もだいぶ入りますね、これだとね。
green lights, are they coming too soon? Caught between red and the green and you. I'm stuck in the blue. Stuck in the閉鎖されてたんですけれども、開通してますね。ちょっと小石が多いんで、ハイグリップタイだと結構跳ねちゃうんですけど、雨上がりの新緑が本当気持ちいいですね。ここに車止めて、トレッキングとか山登りに行く方多いですね。あ、登山道は封鎖されてますね、まだね。よいしょ。はい、じゃまたちょっと設定を変えます。はい、設定を変えてみました。画角を、広角にして、手ブレ補正を、こうに、してみました。あ、つつじが綺麗だね。ちょっと雨降ってきちゃいましたね。
be myself? Will I ever see the sun? But I no longer hold a gun. I have nowhere down to hide. Let me enter to your world. Baby, open me your arms. I am always on the run. I am always on the run. Cry, baby, cry. Call me when the moonlight shines. Forgive me everything I've done. Give me everything I've done. I've suffered enough to complain. I hope you'll never feel the same. Feel the pain whenever you call my name. Does it mean that I'm insane? Baby, open me your heart. I am always on the run. I am always on the run. Cry, baby, cry. Give me everything I've done. Forgive me everything I've done. いかがでしたでしょうか。 POV 動画のテスト走行でした。ではまた。